はい、じゃあももちゃんの心電図、はい、30秒撮ってます、はい、でまあ、うん、一応感覚ね、ワンちゃんはねこうやってよく見るとさ狭いところと広いところとありますよね、うん、でここは正常です、うん、この狭いところと広いところが2倍以上になるとそれは異常なんですよ。でミニチュアダックスが多いんですよ、2倍以上になっちゃう、ここが頭停止という不整脈がね、でもこれは正常範囲です。はい、でまあ30秒取って、まあ、多少あの子動いたところが動いてますけどね、ここが計測値です。でももちゃんの心拍数とかねと心電図のこのなんていうのかな PHAQRST って言うんですけども、こういったのを計測してくれるんですよね、うん、そうすることによってその心臓がちょっと肥大してるとかどうかは分かるんですけど、肥大、ね、ちょっと肥大が右の方が肥大してるなと、うん、この気概収縮っていうのはこれはありません。多分この子が動いたところを不整脈で取っちゃった、はい、見たかなと思います、はい、うん、別に失神とか運動不耐性、動きたくないとかそんなのないですよね、うん、はい、まあ一応心電図だから心臓肥大はあるけど不整脈はないなという所見ですね、はい。